ありがとうございます。オーバーザレインボーをお届けいたしました。改めましてバロテと言います。銀河期のポップクラシック人として活動しています。そうですね、ライブのお知らせを1個したいなと思います。11月のライブはですね、11月4日に新宿のラジカフェで、この日は私とフルート奏者のあざみ舞子さんと2人の、ライブをやろうと思っています。バルテの曲も舞子さんに演奏してもらおうと思ってて、それからあとカバー曲も演奏したいなと思って、バイオリンとフルートって音域が近いのね、ほぼ一緒かなだと思うので、いつもマキロのバイオリンで聴いてるものをフルートで聴くとどんな風になるのかっていうのをぜひ楽しみにしていていただけたらと思います。応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。きっとマイコさんは初めてのジカフェに出るんじゃないかな。レア、それもレアですね。そして11月7日に大船のハニービーでライブがあります。で11月12日こちらも初めての場所ですね、渋谷のギルティというライブハウスでやります。チケットまだありますのでぜひ受け取ってください。そんなところでしょうか。はい、では次の曲に行きたいと思います。寒いね、これから寒くなるんだろうなって、いや覚悟はしているんですけど頑張ろうね。すごい、去年も冬ずっと路上ライブやってたけど、そうだね、なんか冬を越えるとなんか強くなった気になるよね。何でもできそうな気になったのを今思い出しました。またその冬がやってくるなと思いながら、でもこうやってなんかこう皆さん、でも本当に1年前はそんなに見に来てくださる方いなかったです、実際に。だからね、すごくいらっしゃると安心感があるというか、とても私たちも落ち着いて演奏できるというか、皆さんの元気な姿を見て演奏できるのが嬉しいので、変わらず元気でいてください。先ほど配りした年越しライブもありますのでね、はい、ではでは行きましょうか。それではピストルカバーズから今週末ワンマンライブを控えている空人七菜子さんの曲から、まばたきという曲をお届けしようと思います。聴いてください。
ありがとうございます。ありがとうございます。リストロカバーズというアルバムから、空人ななこさんの瞬きという曲をカバーでお届けいたしました。この CD はカバー曲が全部入っている曲になります。10曲の CD なんですが、私たちのオリジナル曲も1曲お届けしたいなと思います。今日は水曜日かな、水曜日ですね、週の真ん中、木金ってあと皆さんが頑張れるように、ね、土日お休みの方は、その最近聞くと土日もお仕事の方もよく遭遇されるので分かりませんが、明日もお仕事の方、多いですね。いやそうですよね頑張って働かないと私たちは明日はね、神岡に行く予定です。はい、神岡皆さん分かりますよね、京急線で。はい、ぜひ明日も来てくださいありがとうございます。ということで、ではオリジナル曲の、輝く明日へという曲をお届けします。この曲は、作曲させていただきました。皆さんのありがとうマキロもさ、喋ってもらおう次ね、次喋ろうね。そう、輝く明日へというタイトル通り、明日が楽しくハッピーに、そして元気に過ごせるようにという願いを込めて書いた曲になります。まだ元気があったらぜひ皆さんも手拍子をお願いいたします。では聴いてください。